どこで楽器の紹介を、その基地担当の中澤がやります。はい、改めまして皆さん、こんにちは。ようこそおいでいただきましてありがとうございます。最初に松尾雅楽ということで、2曲ほど弾いていただきましたが、いかがでしたでしょうか。それでは楽器の紹介ということで、私の方から、若干時間をいただいて、楽器の紹介をさせていただきたい、こんなふうに思いますので、よろしくお願いいたします。楽器がですね、ご覧のように、いろいろあるんですが、マキセロ科学なんで、最初はこれからいきたいと思いますが、これも楽器のうちの一つなんですが、これ何と読むんでしょうか。大当たりだね。これは尺っていうふうに読みます。で、この尺っていうのはですね、初めにご紹介をいたしましたように、松尾雅楽というのは歌が基本に、なっている、こんなことで、歌詞の頭やアクセントをつけるために、お宮の宮司さんとか、聖徳太子とかね、ああいう人たちがこう持っている、これがそうなんです。で、こういうふうに持ってこうやってやるやつを半分にこう。半分に切ったって書いて、これで音を叩いて音を出す。で、これ尺拍子っていうふうにも呼ばれているようですが、ちょっと音を出す。というような威勢のいい音っていうかね、パチンパチンとそのいわゆる拍子を刻むというような時に使う。はい、次はこれは何と読むんでしょうか。見慣れない漢字が出てきて申し訳ありませんが、大正解ですね。これはカッコというふうに読みます。で、実はこの楽器なんですが、カッコっていうのは合奏、雅楽の合奏の中では、リーダーにあたる役割を担っている、こんなふうに言われておりまして、細長い2本のバチですね、これで叩くんですが、両手に持って横からこう、一見こう鼓みたいなね、能の舞台に出てくるときに鼓みたいな感じになるわけですが、多少作りが違ってます。で、筒状の胴の両面に紐で締め付けた皮を貼って、こういうもので、ちょっと重いんですが、いや、瀬戸物じゃなくて、これが革で、これが両側の革で、普通の場合にはね、ちょっとこれ引っ張りながら音を返したりなんかして、やるんですが、これで、というような。これもちょっと一応デザインよく見ていただくと、こっちが赤くてこっちが青いんですが、どこを向けてもいいってもんじゃねえんです。この赤いところを皆さんの方へ向けて一応並べると、こういうふうに、はい、ちょっと音を出してみてください。出まして、これは松尾科学ではちょっとあまり出番がないんですが、この古典科学を2曲ほどやらせていただきますが、その時には小刻みの良いことで、一応リ
ギー弾がこれになっているというような楽器でございます。これは何て読むんでしょうかって聞くと皆さんご覧になるのかなと、そういう意味が対抗ですね。これは尺太鼓とかね、一応雅楽の場合では、まあ、楽太鼓とか、まあ、そのような言い方をされているようです。で、鋲の鋲打ち太鼓に丸い木枠の中、これは、まあ、木でできているんですが、特に鋲の鋲打ち、これ三等線のところで切っていまして、一応、まあ、これ鹿の皮でできているんですが、これで叩く、鋲で持ってこういうやつです。で、まあ、太鼓っていうのはあんまりもう説明するのもないんですが、一応、まあ、私どもの方、雅楽の方ではですね、まあ、左手と両手、右手を持つんですが、左手の方では、まあ、多少弱い音、打ち方をして、これを、まあ、一応、ズンという感じになる。で、右手は、まあ、一応、まあ、強く打つ。で、これを、まあ、ドというふうに言えるんですが、まあ、引いて言えば、まあ、ズンとこういう感じで、打ち上げます。で、そういう、まあ、組み合わせをしながら、まあ、さまざまなバリエーションを見合っていく、まあ、こんなふうに見合って、ちょっと、もう一回というようなズーンとこういう感じになっているということであります。これはまあ、はい、これは何と読む楽器でしょうか。そうですね、はい、そうですね、はい、まあ皆さんご存知のようにどうでもいいんですが、こっちの大体こっちの実験で読んで、ここはもうこっちの太鼓の子なんで、これはもう小鼓という楽器のこちらのこれの一応楽器です。で、雅楽の中では、まあ、唯一の、まあ、金属楽器、ね、これが、まあ、金属楽器になっておりまして、まあ、音色に、まあ、アクセントをつけたり、まあ、小拍子をつけるというなどの役割があります。で、これも、まあ、木枠、木でできているんですが、丸い木枠の中に、いわゆる、まあ、三方から、まあ、三方からということで、あります。まあ、打ち方もですね、まあ、片手で打つ場合には、まあ、金というのと、両手で打つのは木金、こういう感じで、まあ、打ち方になっているということであります。ちょっと、ね、という感じで、本当にこう、まあ、金管楽器でありましたけど、唯一金属でできている。だからまあ一応こういう小拍子を切るということで。で、雅楽はですね、まあ、日本最古のオーケストラと、まあ、こういうふうに言われておりまして、普通、まあ、オーケストラっていうのは、ちょっと、まあ、皆さんの方に鉄砲を向けて、こういう感じでやる指揮者っていう人がいるんですが、ご覧のように、指揮者っていうのはこんなにいないんです。じゃあ、どうやって拍子を合わせていくか、速さを決めていくかっていうのは、そのためにこう打つ楽器が、まあ、前面にあって、普通はまあ一番後ろに、ね、いるんですが、後ろにいる人たちは特にこの太鼓のこの叩く動作を見て、まあ、リズムを決めていくと、まあ、こういうことであります。まあ、そんなことなんで、まあ、それで呼吸を合わせていくと、まあ、こういうふうに言われております。まあ、これも、まあ、本当にこう本来ならば雅楽を聴いたら眠ったくなっちゃったってこういうふうに言われていただくと、私どもの方は効果があったというふうに、そのくらいゆっくりのね、平安町のゆっくりの楽器で、よくよく聞いてみたら、なんか音楽のような気がするなっていう感じでいいんです。まあちょっとまあ、それじゃああんまりもうお昼になっちゃうから、それじゃうまくないんだけども、まあ、そのくらいゆっくりなやつが、まあ、本当の楽器、まあ、こういうことを、平安町の流れっていうね、そんな音楽でやります。
もまあ皆さん同じみだし、はい、大成これもまあ小というふうに言います。で、まあ、細長い17本の竹の管が開いている穴をまあやつって吸ったり吹いたりしながら同時に五六音を奏でるという楽器であります。これがこの竹がまあ17本だということで、でこの頭っていうふうに呼ばれているここでこう吹きながらこの小さい穴がまあちょっといっぱい開いてるんですが、これでまあ吹けると塞ぎながら音を変えていくということで、でこの格好なんかに似てるっていうふうに思いですか。これがあのいわゆるまあ、伝説上の鳥ですが、ね、鳳凰っていう鳥がちょうど翼をこういうふうに上に上げて翼を休ませているというものに、まあ、似た格好をしているというふうに言われておりまして、まあ、これも、まあ、あの放送だとかね、そういうふうにこれそのものが言われるということでやります。でご覧のようにですね、あの僧の人たちはあのなんか電気コンロを持ってきてるんですが、この吹くところを常にこう、まあ、温めていくというか乾かしておかないといい音が出ない、まあ、こういうことで、まあ、よく申し上げるんですが、まあ、電気コンロですから、まあ、もちろんあの、まあ、暖かいというか暑いですから、でまあ、これからの時期は寒くなるんで僧の人はこてらんねえと夏はその代わりやりきれねえとこういう楽器で、したがってまあ常にこう電気コンロを持ち歩いて一緒に持って歩かないといけないという楽器です。ちょっと音を出してみます。あの同時に5、6音が音を出すと、こういうふうに申し上げましたが、聞いていただいたかどうか、まあ、というのが、まあ、ショックで。はい、これです。はい、正解ですね。これは、ひきびきっていうふうに読みます。で、ちょっと初めてこんな字は読めねえっていう人が多いかと思いますが、これは、ひきびきっていう。実は楽器はこれです。こんな小さいもの。このま本体がこれ18センチで、あのすす竹っていう竹でできているところにあの桜の皮を巻いて、まあ、穴を開ける。まあ、中はちゃんとあのこれ漆があの塗ってあるんだけど。で、これがまあロゼツっていうことで、これがまあ天然の足なんです。で天然の足をこう吹くようにちょうど口のこういう格好したような感じで、まあ、これ仕上げる、これが一番大変でですね、あのこのところ紙やすりで、削ってこのもっていうところ竹のこれで攻めっていうやつでこのところを押さえて、調整をしながら、あちょうど唇がこういいような、これはまああの肺活量と口のこの具合によってそれぞれみんな今でも4人あのこれを吹くんですけども、非常にこの天然のものですから乾燥する時期だとか、あるいはその、まあ、雨が多い時みたいな時にはこれがね微妙に変化する。そうするとどうしてもいい音が出る。1年に大体 4、5 本くらい持ってきて、今日はどの人に活躍してもらうかっていう選定がこれの答えで、この薄く削ったこの先端の部分を震わせて音を出すと、まあ、こういう楽器ですね。それとまあ常にこう濡らしておかないといけないということで、あの茶碗持ってきてこうつけてるとか舐めてるとかそういうことで濡らしておく、まあ、ちょっと小とは逆、あの小は乾かしておかなきゃいけない、まあ、こんなことでまあ違うかなというふうに。それからこれはですね、この楽器の特徴は、これまあ18センチで言ってるのが一番小さい楽器なんですが、音だけはまあ1人前に一番大きい、まあ、こういうことでありますけど、
こう持って普通ならまあ音を変えるにはここの指の下で開けたりして音を出すんですが、まあ、皆さん方から見るとこういう出したり引くこういうやり方をしながら音を変えることができるんです、ね、でこれも円盤っていうふうな言い方をするんですが、だいたい1オクターブ、まあ、ドレミファソラシドではありませんが低い音の一番低い音から一番高い音まで一つのランクしか待てないということで、ちょっと円盤を含めて動かす。バランスを取るために、まあ、こういう感じで吹くわけですが、バランスを取るためにちょっと重くなっています。これ竹です。この竹で、これを、あの黒いところは何を巻いたんですか。やっぱり藤なんですね。藤を巻いてあります。だからこれも竹の芽が、その中はこれ重りをつけてあるので、ちょっと結構重いですね。重りを、いわゆるバランスを取るためにちょっと重りを、そっちの方に入れてあるんです。これは今のこっちは1オクターブしか出ないって言ったんですが、今の流的はまあ2オクターブぐらいです。ということで、まあ音域の狭い、まあ、七力を、まあ、可憐に細かい働きで、まあ、カバーをしてくれるというふうに、ちょっと音を出してください。というのが流的の、まあ、単独の音で、でこれは吹くやつが、まあ、今3つご紹介をしましたけども、まず一番最初の小っていうやつですね。これは、まあ、鳳凰が住むというその、まあ、天からの声というふうに言われております。それからこの七力はですね、まあ、人の住む、まあ、地上からの音だとこういうふうに言われています。だから流的はですね、まあ、天と地上を行き交う、こう竜の声だ、まあ、こういうことを言われておりまして、まあ、よくこういう場で申し上げるんですが、昔日本昔話っていう漫画があって、画面いっぱいにこう竜がぐーっとこう舞っていくやつがあったと思うんですが、まあ、そんなやつをまあ思い浮かべていただきますと、あ、これが竜かこういうふうに思うかというふうに思います。でこの3つが合奏されることによって、まあ、小宇宙を表していると、まあ、こういうくらい、こういうことをまあ言われておりまして、非常にこう小宇宙らしい音の響きかなと、まあ、こんなふうにも言われております。まあ、これも何と読むんでしょうかというわけにはいけないと思いますが、これはまあ最後でこと、またはまあそういうふうにも、まあ、ちょっと持ち上げるわけにはいきませんが、こちらのやつですね。これは
それではまた演奏に戻ります。